こんばんは、メイトです。本日の動画はファッション動画やっていきたいと思います。音編構成はこちらになってます。過去動画もぜひご覧ください。概要欄、コメント欄に記載します。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーはこちらのメンバーとなっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まず一人目はリュウジです。こちらは2月25日に公開されたインスタの投稿となっております。こちらの靴はN. ハリウッドとコンバースのアディクト CH キャンバス OX となっております。お値段は、この帽子なんですけど、文字化けしてなかったらおそらく特定できてたと思います。また分かり次第コメント欄に追記させていただきます。続いては、ナオトさんです。こちらも同じく2月25日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのパーカーは、おそらくケンゾーバイバーディのフーディーとなっております。お値段は、続いてこちらのコートは、シュプリームのショットとファーピーコートとなっております。お値段は、続いてもナオトさんです。こちらは翌日26日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのシャツはスタジオセブンのアブストラクトグラフィックプリントショートスリーブティーとなっております。お値段は、こちらはベージュとホワイト、そしてピンクの3色展開となっております。続いてこちらのジャケットは、スタジオセブンのジップアップニットジャケットとなっております。お値段は、こちらはホワイトとベージュの2色展開となっております。続いてはガンちゃんです。こちらも同じく2月26日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのジャケットは、ルイス・レザーズのウェスタンジャケットとなっております。お値段は、ちなみにベルトが気になる方は、ぜひこちらの動画チェックしてください。そしてパンツが気になる方は、こちらの動画チェックしてください。続いても、ガンちゃんです。こちらは2月27日に公開された X でのポストとなっております。こちらのニット帽は、ぜひこちらの動画チェックしてください。おそらくこの動画公開されている頃にはグッズ販売開始していると思います。買った商品だったり、無事に買えたグッズなどがありましたら、ぜひコメント欄にてお書きください。続いては、ナオトさんです。こちらも同じく2月27日に公開されたインスタの画像となっております。こちらの帽子は、スタジオセブンのディスカバー EMB6 パネルキャップとなっております。お値段は、
こちらはブラックとパープルの2色展開となっております。続いてこちらのパーカーはクロムハーツのマッティボーイパーカーとなっております。お値段は28日にはデジタルキャンペーンが開始されております。2人のソロ活動の準備が着々とされてきてますね。続いてもナオトさんです。こちらは2月29日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのスウェットはスタジオセブンのフロントプリントクルースウェットとなっております。お値段はこちらはブラックとホワイト、そしてライトブルーの3色展開となっております。続いてこちらのコートはベトウィンとザ・ハートブレイカーズのレオパードフェイクファーコートとなっております。お値段はここから番外編でメンバーの近況活動をご紹介していきます。まずは直樹さんです。こちらは2月29日に公開されたインスタのストーリーです。もしかしたらこの頃まで髪伸ばすかなぁと予想しております。続報を待ちましょう。続いてはエリーとリュウジです。こちらも同じく2月29日のインスタの画像となっております。先ほど紹介しそびれた帽子がここでも被っておられます。個人投稿で拡大した写真がめちゃくちゃ欲しいです。最後はオミさんです。こちらは2月29日 X でのポストとなっております。レコーディング後に高博さんとご飯行ったみたいですね。普段後輩といるときはめちゃくちゃお兄ちゃん感が出てるんですけど、やっぱり高博さんの前だとめちゃくちゃ弟感満載ですね。以上、3代目ファッション動画でした。